日本で一番寿命が短い都道府県っていうのはどこかって聞いたことがあるでしょうか。えっと答えは残念ながら私が勤めております。弘前大学から青森県です。えそれでは逆に、えっと寿命が長い都道府県っていうのはどこか知っているでしょうか。えっと答えはですね、年代にもよるんですけれども、長野県です。で、この二つの県なんですけれども、共通することがありまして、あのどちらも美味しい、あのりんごの。 生産地ですどうして同じリンゴの生産地なのにこのように寿命の違いというふうなことが出てきてしまったのでしょうかで、そのことをですね研究していくとどんなことがわかったかというとどうも生活習慣に違いがあるということがわかりました例えば青森県実はカップラーメンの購入数が全国第一位ということがわかりましたそれから甘い缶コーヒーの購入も実は青森県が一位ということです ささらにはでですね炭酸飲飲料もたくさん飲んでるとでこのようにあのどうも悪い食生活っということがこの寿命に関係するのではないかというふうなことが研究から分かってきましたえそれからですね皆さんはこれまでにあの野菜を食べると健康にいいということを聞いたことがあると思うんですけれどもえーとこれはですね青森県県長野県の野菜のの菜 摂取量1日当たりの摂取量を比較したものなんですけれどもやっぱり男女ともに 70g から 80g の差があるというふうなことが分かりました野菜の中に入っている成分では、えー、とこういう食物繊維ですとかそれからビタミン、えー、ミネラルですとかこういうふうなものが含まれていて昔からですね健康の維持に役立つというふうなことが分かっていましたそれ,からそれに加えてです、ね、最近 色のの成分といいう,うなものが注目されていますで色の成分にはにんじんとかの赤色をしたカロテノイドですとかねそれからアントシアニンというねあのもの成分それから黄色い色をしたポリフェノールとかフラボノイドなどが含まれていますでこういうふうな色の成分っていうのは、えー、の病気の予防なんですけれども例えば、えー、肥満ですとか糖尿病それからある成分ではアレルギーとかそれから癌 コスト少々といった予防に繋がるというふうなことが分かってきました。それで私の研究ではこれらの成分が体の中に入っていてどのようなメカニズムで効果を発揮しているのかということのことを研究しています。 例えば海藻サラダとかお味噌汁の具で食べるわかめにはこのカロテノイドが含まれていてなんと脂肪細胞に取り込まれて肥満を予防する効果があるかもしれないということが分かりましたこのように色鮮やかな食品を食べるということは体のですね健康維持に役立つというふうなことが分かりました栄養学というのはこのような研究を進めることで体の健康がどのようにしてですね維持されていくかということを研究するそとても,も楽しい学問だと思います